あれ栃木県ラジオネーム水木ルーさんです。神谷さん、オノディ、こんばんは。こんばんは。第1話から聞いてるものです、はい、ありがとうございます。メールも毎回送っているのですが、一度も読まれたことがありません。あら、そういえばこの間書店でオノディが載っているポスターを見かけました。イメージは違いましたが、かっこよかったです。あれ褒めてない。イメージはどういうイメージをしたんだろうねあれ、どういうこと、どういうこと。いや、なんだろう、例えば顔を見たことがないかったとするじゃない、はいはいはい、基本的に声優さん忍ぶ商売ですから、顔はほとんど、ね、まあ、出さない方向じゃないですか、うんうんうん、最近違いますけど、じゃあこの番組でしか小野くんを知らなかった場合ね、はい、まあ散々みんながハンサムハンサムって言ってるじゃない。まあね、昭和のハンサムよく言われましたね、うん、はい、はい、あの安本くんもハンサム、いやハンサムっすよ、ハンサムっすよ、ハンサムっすよっていうふうに言ってたので、アンゲンくんね、ね、ハンサムだと思うんですけれども、どういうイメージだったんですかね。ありがとうございます。ねえ。ちょっとがっかりですね。違っててよかったですなんですよね、でもね。え？ん？ほら、イメージは違いましたが、かっこよかったです。褒めるかけなすかどっちかなんで、それは純粋に褒められたと思っていいんじゃない？ありがとう。その程度か。ルーさん、ありがとう。はい、いや、ありがとうって大事ですよ、言葉としてね、うん、なんかいいこと言いそうじゃないですか。本当にそれについてどうぞ。それについてどうぞ。何その無茶ぶり、無茶ぶり。いうので自分から振ったんじゃない。いや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 、ありがとうっていい言葉ですよって、その後なんか語りそうな雰囲気だったよ。語らない語らない、さすがに。あ、そうですか。語っちゃダメですよ、やっぱ。え、何が？ありがとうってやっぱ一言言う、あ、言う、心を込めて、心を込めて、ね、乱発するものでもない。あ、じゃあちゃんと心を込めて、キスと一緒だ。はい、次。恥ずかしいな、あの男。はい、次。はい。ありがとうはキスと一緒か、そうか。そうだよ。